あなたを今日駆けつけてくださいました。早速演奏をお願いいたしますが、指揮は藤崎門隊長、そしてプログラムの進行解説につきましてはですね、先ほどちょっとお話がありましたけれども、元警視庁音楽隊長、そして現在は日本吹奏楽指導者協会の会長でございます、野田聡先生でございます。では皆様よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました野田でございます。それでは、今から藤崎隊長の指揮で明治の吹奏楽と題しまして演奏をしていただきたいと思います。それでは隊長よろしくお願いいたします。それでは今の話の続きから始まります。今ウィリアム・フェントンがここで君が代を作ったわけですけど、その前にですね、天皇がお出ましになるとかそういう時にどんな音楽を演奏すればいいかと、それ誰も考えることなんですね。ところがその前はですね、長崎の海軍練習場というところで太鼓の指導があったりラッパの指導があってるんですね。現実にですね、一番そのラッパの指導をしてくれたのは、徳川慶喜が自分の軍隊を強くしたいということでですね、フランスからその軍事顧問団を呼ぶんですよ。その中にギュディックというラッパ奏者の伍長がいたんですね。その人が結局ラッパを教えて、その教えるんですけど、その時に持ってきたのにですね、ラッパのための完全教本、軍楽隊及び消防隊用クロード・ミュール編というのがございました。この中に普通は ご存知のようにラッパというのは1本でやりますよね。それを3本で一緒に演奏するようにできている。これはやっぱり音楽のもう先進国であるフランスで 作られた曲ですから、それが天皇がお出ましになるとかそういう時にはこの曲を今までは演奏してたわけなんです。トランペット3本でございますけれども、この日本で使われるのはですね、どういうふうな、田辺良介という、これも面白いんですけど、歩兵指南役頭取という役がついてるんですね。この人が翻訳をしまして、ラッパ符号 Z という、ラッパの符号を本を書いたんです。作ったんですね。訳をして、その本が現在は山口県の博物館にあるそうでございます。その写しですね、写しが警視庁にありますので、その中から、今日、ラッパ符号全の中から、GA という曲を最初に、これは、君が代より前に、君が代と同じような同等の力を持っていた曲でございます。それでは GA をお願いします。